皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。気分転換ゲームということで、フリームさんのブラウザ版ゲーム猫と私と雨の家でございます。しみじみほっこりゲームということで、皆様にもほっこりしていただけるととても嬉しく思います。それではスタート。あ、かわいい。私はあなたを猫と呼び、私は私を私と呼んだ。だからきっと私の名前は私だとあなたは思ったことでしょう。いいですね。私の部屋じゃない。いきなり猫の声。猫、どこにいるの？雨、止みそうにないね。もっと明るい色の花を飾ればいいのに。夢灯や。うん、奥の方に何かあるみたい。銀色の鍵？なんだろう。何すればいいんだろう。楽譜？ショパン、雨だれ。向こう側かな？わからない。あ、この鍵、合うみたい。いや、かわいいですね。そう、あの日も雨だった。特別な日には雨が降る。昔からずっとそうだった。いつだって地面はぐちゃぐちゃ、ぬかるんで、水たまりから飛沫が跳ねる。だからだろうか、あの日見つけたのは、私に負けないくらいずぶ濡れの、痩せっぽっちの猫。猫ちゃん可愛いですね。あれ？猫、この部屋にもいないの。ピアノの音が聞こえる。片付けはあまり得意ではないけど。なんだか暖かすぎるくらいね。どこに行けばいいんだろう。なんだろう。不思議。この部屋から聞こえるみたい。なんだか懐かしい音。誰かがいる。誰でしょう。なんだろう。開かない。鍵穴もないのに変なの。あなた、誰？あなたこそ、誰？ああ、お客様ね。そう、きっとそう。ようこそ、私たちの家へ。私たち？どう
うぞごゆっくりなさってね。あまりお構いできないけれど。違うの。私、目が覚めたらここにいて、それから猫の声を聞いて。そう、猫はどこ？茶色と灰色のしましまの子猫よ。知っているなら教えてほしいの。あの子はここにいるわ。だから何も心配することないのよ。どういうこと？私の名前？そうね、ヨヌと呼んで。え、ヨヌさん？謎すぎますね。どう調べればいい？暗いですね。画面が。猫、どこにいるんだろう。お腹を空かせてないといいけど。下かな。もっとキッチンですね。あ、ツナ缶か。あ、ビンゴ当たりました。あ、猫の好きなツナ缶。缶詰、すいません。お皿、あるかな？猫のお皿、ここだったのね。それじゃあご飯を用意してっと。おっと、これでいいかな。これなんか絵本を見てるみたいですね。猫という生き物が何を好んで食べるのか、それはどこで売っているのか、何も知らないということを私はあの日初めて知った。猫の好きなものを理解したのはそれからもう少し後だった。猫は魚の味が好き。猫は青い缶詰のお魚ご飯がとても好き。そしてご飯を食べる以上に猫は遊ぶことが好き。晴れの日も雨の日も朝も昼も夜もずっとお日様みたいにご機嫌な匂いがする。今何か音がしなかった？ほとんどピアノの楽譜だなんて。月の光、亡き王女のためのパバーヌ。いろいろ変わりますね。当たり前みたいに置いてあるのね。絵の中に何か書かれてる。オレンジタピーは木のそばに。え、どういう意味でしょうか。見えるもの、見えないもの。どちらも描き出せるなんて素敵ね。本が散らばってる。猫、猫、
いるなら出ておいで。棚で遊ぶのが好きって知ってるんだから。え、これは猫が散らかした。もう猫が散らかしたもの片付けなきゃ。お待ち、お待ち。どんぐりと山猫。長靴を履いた猫。あ、有名ですね。我が輩は猫である。あ、漱石。お猫のピッチ。あれ、なんだろうこの髪。1日2回お薬を忘れずに。なんだっけ、なんだったっけ。飛んだり跳ねたり散らかしたりするのが猫の仕事。その後、一つ一つ拾って歩くのが私の仕事。猫が仕事をお休みすると、私はひどく手持ち無沙汰になってしまう。それで代わりに猫の寝床を整える。雨粒に打たれてきた猫がいつかすっかり良くなるように、雨になんて負けないように。絵本を見てるみたいですね。この目もこのままでいいのかな。やっぱりよくわからないけど、でもこれが忘れちゃダメなことなら、あのピアノの子に渡してあげよう。すごい不思議な世界観ですね。どうなるんだ。ピアノの子って、お薬？ごめんなさい。何のことだかわからないわ。この目も本の中に挟まってたの。子猫のピッチ。やんちゃな子猫が遊び回って、そのうち病気にもかかって、でも、ちゃんとまた元気になるの。大切なものじゃないの？雨が激しくなってきたわね。きっとあなた、疲れてるの。そうに違いないわ。もうお部屋へ戻っておやすみなさい。お客様は何もせずお部屋でくつろいでいるものよ。お客様なんですかね。この女の方が誰なのかが気になりますね。
当にずっと降りやまないね。嫌いよ、大嫌い、雨なんて。え？あ、猫ちゃん、かわいい。やい、猫。そんな、やだ、どうして？猫が濡れちゃう、濡れちゃう、濡れちゃう。はやはや。雨音に誘われるように私は思い出す、思い出してしまう。この日も外は雨だった。猫は何度目かの注射を打った。ちゃんと薬を飲んでいるのに元気はなくなってゆくばかり。それでも喉をゴロゴロ優しく鳴らす。だからいつも通りにお休みを告げた。日のない夜、枕元は暖かかった。明くる朝、猫のぬくもりはわずかばかりになっていた。白い風が一筋、ガランドの窓を吹き抜けていった。どこに行ったらいいんだろう。あの日、あなたと出会った日、雨が降っていなければ、もっと早くあなたを見つけていれば、何か違っただろうか。あの日、あなたとさよならした日、雨が降っていなければ、私がちゃんと気づいていれば、やっぱり何か違っただろうか。あ、すごい、なんか、心？開いてよ。開いてったら。猫が外にいるんだよ。お願い。何をしているの？あまり大きな音を立てないで。あの子が怯えてしまうでしょう。扉を開けてよ。どうして開ける必要があるの？ねえ、よく考えてみて。あの子は今もこの家にいるのよ。寒い思いも怖い思いもしてないの。あなたも声を聞いたでしょ？でも、窓の外にいたんだもの。気のせいよ。かわいそうに悪い夢でも見たのね。この家にいる限り、
っと私が守ってあげる。あの子も、あなたもよ。だから安心してお休みなさい。後のことは私に任せて。たとえ気のせいだとしても、猫が雨の下にいるかもしれないのに。なのに、あなた平気でいられるの？私は嫌だよ。すごい。なんか絵のタッチがすっごい柔らかいですね。バカね、平気なわけないでしょう。それを言うのはちょっとずるいわ。お面かぶってたんですね。もういいわ。あなたは私のお客様なんかじゃない。このうちにあなたはいらない。どうぞお好きなところへお行きなさい。あのね、本当は私だってこのままがいい。見えなくても会えなくても、それでも猫がちゃんといるって、と思えるのがいい。けど、それと同じくらい、もう二度と雨の中で、あの子を一人にしたくないの。だから、ごめんなさい。謝らないで。そんなのは結構よ。もう行って。何があっても決して戻ってこないで。どういう関係性なんでしょうね。さよなら、私？私。自分？どこに行けばいいんだろう。え、なんの？行かなくちゃ。気になる。ああ、なんか出てる。私は幸せだったけど、あなたを幸せにできたでしょうか。あなたの苦しさを拭いきれなくてごめんなさい。私が取りこぼしたこともあったでしょう。私、あなたに何もしてあげられて、ない。まだまだこれからだと思っていたの。だから、あなたをもっと抱っこしたかった。もっと一緒に遊びたかった。美味しいものもっと食べてもらいたかった。猫はふわふわで、
あったかくて優しいから。お猫ちゃんいましたね。私がもっと幸せにしてあげたかったの。ひどく手前があってな夢を見た。あ、夢だったんですね。あー、びっくりびっくり。あの子が会いに来てくれて、私には抱きしめることが許される。目覚めとともに胸の底からスーッと冷えて、あの子のいない現実が今までになくはっきりと像を結んでいくのを感じた。もう二度と同じ夢を見ることはないのだろう。鮮やかな思い出も、この夢、すいません。この胸の冷たさとともに、やがて引き出しの一つにしまわれるだろう。それでも、願わくば、どうか。あの虹の向こうで優しいあの子が、どうか幸せでありますように。あの子からもらった分だけ、誰かに優しく、荒れますように。はい、猫と私と雨の家、すごく切ない不思議なゲームでした。皆様はいかがだったでしょうか。ここまでのお付き合いどうもありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。